東大門に行かなくても何でもゲットできますね。本当に皆さんこんにちは。改めましてエリメイジです。今回は東大門とそしてミョンドンの最新情報を皆さんにお届けしたいなと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方も忘れずにお願いいたします。それでは早速動画に行ってみましょう。最近できたばっかりの今日はイミスに行こうと思います。今日のミョンドンは結構人いますね。ここが新しくできたイミス2階建てです。すごい人気ですよねイミス。ちょっと中入ってみます。帽子もね種類がたくさんあってだいたい4000円ぐらいなんですよ。種類によってちょっと高めのもあります。5000円ぐらいのもあるけど、こういう感じの全部ね4000円ぐらい。こっちもこういう緑もあります。これね被ってる人めっちゃ多いんですよ。デニム被ってみました。スウェット8万2000ウォン上だけで、下が14万5000ウォンです。後ろはお尻の方まで開いてるやつ。 T シャツもあります。 T シャツ全部5000円ぐらい、5000円ぐらいの T シャツ。こう短めになりますね。ちょっとベロアっぽい素材のもあります。ベロア素材の方が1万ウォン安い感じ。この奥を進むとプリクラがあります。使ってる人はあんまりいません。目の前オリーブヤングです。ダウンが3万円ぐらいです。イミスいかがだったでしょうか。続いていくのがニューニューです。皆さんこの前にも私の動画でニューニューとか耳ラインお見せしたと思うんですけれども、店舗は東大門より小さいらしいんですけれども、私も今回行くのが初めてなのでぜひね一緒にね楽しみたいなと思って、ここ美味しいフルーツジュース屋さん、それのねちょっと隣の隣ら辺にあります。はい、ここがニューニューです。皆さん東大門に行かなくてもありますからね。どんな感じなんやろうね。でもなんかすごい見やすい。超小さい。香りすごいするんだけど。東大門にも売ってないものが香り系はたくさんある。香り系買うんだったらこっちがいいかもね。これクッキー、あ、食べ物も売ってるんだ。お香コーナーがずらーっとあります。なんかコンパクトなんだけどこっちの方が見やすさはある。これが2万9000ウォンです。3000円ぐらいですかね。なんかちょいちょいもう春物が出始めてるっていうか、ニット帽もちょっと前までは厚手のものが多かったんだけど、こういう軽い感じのニット帽が新しく出てる。まだねちょっと厚手のものも売ってるけど SS にチェンジしているような感じです。ほらこういうね夏用の帽子みたいな感じで、夏用の帽子って感じ。持ち手が長いのが結構多い。これは中に袋がついてます。これも3000円しない、2500円ぐらいですね。サンプルがバーっていっぱいあって、その後ろに在庫があるような感じです。ちょっとありすぎてどれをお見せしていいかもうわからないぐらいなので、ミョンドンの方が結構見やすいかも。私は結構好きかな。人はね結構少なめで今の時期は見やすいです。これからまた混んでくると思うんですけども。で若干高めのアクセサリーは東大門と一緒で、このテーブルにベッドであります。バッグが結構多いかな。小さいウォレット系も売ってます。結構だんだん暖かくなってきてます。できたばっかりだからすごい新しい建物の香りがしますね。こっちはサンリオキャラクターがたくさん、キャラものとかも売ってるけど、スヌーピーのこれだいたい300円ぐらいですかね。値段は1000ウォンから売っているような感じです。個人的にはすごいあそこのニューニューねいいなと思いました。一つのフロアに全部あるのですごい
好きです。東大門に行かなくても何でもゲットできますね、本当に。スーツケースにつけるものこういう感じで自分でカスタマイズできるところです。いろんな国旗とかもあるので行った国の印として作るのもいいなと思うんだけど、この本体つけるものが6000ウォンで、ワッペンも値段があって3000ウォンから4000ウォンとかいろいろあります。前回 APM とかは行ったんですけれども、卸売りのところほとんど見せることができなかったので、そのビルに行ってみたいと思います。すごい、なんかどんどん春物が出ています。まだまだね、コートとかも結構売ってます。なんかトレンドっぽい洋服を探すときに必ずこの DDP に来てしまうんですけれども、一瞬さ、この卸売りのものがこうやって置いてあるからさ、入っていいのかなって焦らない？これさ、日本だったら確実になんか NG な感じじゃないですか。日本人の買い付け者も多くこの卸売り場でお見受けするんですけれども、なんか実は韓国でアパレルビジネスをやろうとしている人にすごくいいウェブサービスがあるんですけれども、皆さんご存知でしょうか。韓国の小売事業者17万人が利用中のアパレル事業者必須のサービスとして定着している審査マーケットって言うんですけれども、韓国でオンラインショップを運営しているインフルエンサーなら知らない人はいないという韓国ファッション仕入れサービスらしいんですね。このサービス何がすごいかっていうと、日本にいながら東大門卸問屋の洋服を買い付けできるビジネスが始まってるというからすっごい驚きなんですけれども、わざわざ東大門に買い付けに行かなくていい時代になっているんですね。このアプリはビジネスを日本でされている方のみ登録できるアプリで、誰でも使えるウェブサービスではないんですけれども、なんと1日に1万2000点もの商品が入れ替わるそうなので、ぜひ概要欄の方でチェックしてみてください。最近ね、韓国も割と暖かくなってきたので、本当にね過ごしやすくなってきて、これからもまた観光客の方どんどん増えていくかなと思います。本当にね、目まぐるしくその3ヶ月間の中でも状態が本当にどんどん変わっていくのね。この他にもクリニックの情報とか韓国の情報、そしてタイの情報などいろいろ世界各国の情報を流していますので、ぜひ、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。